おはようございます。なんか今日ちょっと静かですね。あまり見ない表情ですね。変なバカがするから日本酒飲ませやがって。朝の1時に目が覚めちゃった。朝って言わねえか、それ1時って。夜ですね。夜の1時夜ですね。ずっと起きてるんだ。今日はどこの焼肉屋で食べようかずっとネットで調べて、夜ご飯の。そしたら朝になった。俺もこの手あれ。今日何の日これ。これですね。フォーミュラ DJ3。 今日フォーミュラ DJ3 チーム野手2台いるんだよ。あ、そうなんですか。あ、こっちの車もチーム野手なんですね。これチーム野手。なんかちょっと大きい種類ぐらいですね、これ、うん、これはね、S13 S13 S13 のちょっと改造バージョン改造バージョン。こっちはちょっとね、二次へ積んでるね。ああ、そうなんですね。まあ本意ではないんだけれども、まあ、しょうがないかなと。そうですね。これはあのこの間の、はい、岡塾の、はい、アリサちゃんいるじゃん、はい、あれのあのバイトしとってるアリサおばあさんの息子の。何か誤解を招きそうですよね、それ。どういうこと、どういうこと。いや、あのこの間岡塾来てたって、あのもはやそれ関係ないです。あ、そっか、年が倍っていう話ですよね。そうですね。アリサちゃんの年齢の倍生きてる、はい、アリサおばさんの息子の車、はい、それ全然誤解招かないでしょ。合ってますね。全然いいでしょ、はい、そのアリサつながりだから。そうですね、はい、おい、ちょっとこっち来て挨拶しろ。今度チームヤシオファクトリーになりました、ハドルです。これすごい逆光、もうちょっと。はい、いいですか。今度チームヤシオファクトリーになりました、上野ハドルです。よろしくお願いします。ということで、昨日もこいつ一緒に風呂入るはずだったのに逃げやがって一緒に風呂入るはずだったのに逃げたから、もういや全く覚えてないですよ。今日のことしか覚えてないんで。いや、覚えてないのはいいかもしれないけど俺たち覚えてる人は95点結構きついよな。きついですね。結局はどこまで行きましょう。ねえ、いや、記憶は飛ばなかったんですけどね。だって俺今日だってあれだもん、明け方、俺明け方に車取りの親父が来て、え、それはあの社長の元に、車取りの親父がなんでうちの息子が死んだんだって来たんだよ。で、あ、悪いのは全部勇気です説明してたんだよねそこで目が覚めた。こいつもなんか寝ゲロしたまま死んでんのよ、ベッドの上に。あ、じゃあ結構その寝ながら車谷結構やばかったかもしれないって思いながら寝たってことですよね、きっと。その時は、ね、寝た瞬間はもう俺が気持ち悪くてパソコンのチャック開けた瞬間にって寝たからそんなことは思ってないんだけど、でもなんか夢の中でそういうのが出てきて、まあ、今日は頑張りましょう。まあ、もしかしたらドライバー以上に頑張らないといけないかもしれないですね。体調的に。俺はもう寝るよ眠たくて。まあでも景色もいいし、いいお昼寝ができそうですね。景色はいいっつったって山だもん。俺はここに波があればいいなと思う。だからマゼサーキット最高だよ。ああ、海目の前ですもんね。
ということで、今日は一日よろしくお願いします。はい、この日のね、しゅうちゃんはちょっとね、練習走行がね、ノリノリでね、うまくやりすぎたんだよな、これ。なぜか、練習走行がかなり乗れすぎちゃった。初コースなのに、その割にはすげえ乗れちゃったんだけれども、その乗れちゃったことが、意外とこれ落とし穴があって、本来は初コースとかっていうとね、まずスタートで回転数何回転でスタートして、で1速から2速に上げます。2速をどこでシフトアップしたか、で3速にシフトアップして、振り出しはどこで振り出しをするか、全部こう目で見なきゃいけないから、必ず目標を、例えばちっちゃい石ころでも何でもいいんだけれども、目標を見るんだよね。自分の目標ここで振り出すっていう風に、必ず目標物を俺の場合は見ます。でそうすることによって常に同じところで振り出せる。ただ同じところで振り出すとは言うけれども、ドリフトの場合はそこまでの到達スピードが変わっちゃうと、振り出した後に飛び出ちゃったりする。スピードが速かったりする。だから2速1速で回転数いくつでシフトアップして、また次ホイスピンの量どのぐらいかっていうのを計算して、ここで2速に入れたっていう、そういうデータ自分の中のね、頭の中入れるんだよ。で俺の場合は、現役の、D1 時代からスポッターっていうものを俺は使ったことがないので、外からああだこうだって言ってくれる人が一人もいなかったので、全てそれは自分でマネジメントしてたので、その絶対にその回転数、ホイールスピンのさせる量でシフトアップっていうのを全部どこでやるんだっていう部分を重視してやってたね。それを常日頃からできるようになると、どこのコース行っても必ず目標物を見つけて、ここで振り出すことか、これね、習慣になるとね、無意識のうちにできるようになるんですよ。初めタイムアタックだったりレースの予選もそうなんで、必ず目標物って絶対見つけるので、そういう、なんだろう、習慣をやっぱしゅうちゃんもしないとダメかな。もうね、だってこの練習から帰ってきた時のこのノリノリの顔、これはもうね、本当にもう絶対予選通るぞっていう顔をしてるんだけれども、本当にありがとうございます。乗せるとどこ
こまでも登ってっちゃうタイプなんで、落ちた時の対処の仕方が かなりね、褒めるのも 100% 褒めちゃダメなんだよ、こういう人はね。自分の中でこう、なんだろう、感情をコントロールしなきゃいけないんだけれども、もう喜怒哀楽がもろ表に出るんで、まあ、俺の場合も意外と分かりやすいんだけれども、怒ってる時は怒ってるし、まあ嬉しい時は嬉しいんだけれども、でもその練習走行とか予選でうまくいっただの、うまくいかないだのっていう時って、そこまで俺も結構ポーカーフェイスにするんで、押し殺す自分の中で。それは何でかっていうと、やっぱりそのライバルに対してね、なんだろう、いっぱいいっぱいなんだぞとか、余裕があるんだぞっていう、そういう部分を全て隠したい、あまりにも喜びすぎてっても、あ、こいついっぱいいっぱいなんだなとかって、そういうふうに思われちゃうこと自体が、もうそこからもう駆け引きって始まってるからね、俺の場合は。水槽に出ることが D ドリフトっていうのは、その最終目標なので、予選で負けちゃったらもう意味がないのでね、2本なんで予選は。そうすると、この2本で終わっちゃう、まずこの1本目、1本目っていうのは、どうしてもミスしたくない、点数を取りたい、だからやっぱ置きに行くの、どうしても置きに行く走りをしたい。で、85% ぐらいの走りをして、まず点数を取ると。で、2本目に勝負をかけるんだけれども、1本目を失敗しちゃった場合っていうのはどうするかっていうと、俺の場合はもう1本目失敗した場合、2本目は必ずさっき言ったことをきっちりやる。ここの例えば日光で言えば、最終コーナーの立ち上がりをアウトラインまで行って、回転数を見て、ここでシフトアップをして、で最終的にここで振り出してっていう、で審査員の席の方を見てと、フォーミュラ DJ3 予選が始まりました。そういう一連の今までの流れの動作を一個一個、口にしながら走ってるよな。そうやってその2本目は置きに、1本目失敗しちゃったら2本目置きに行ったんじゃダメなんで、2本目も勝負しつつ、アグレッシブに行きながら絶対失敗はいけないって、そういうスタイルで走ってた。本当にね、見てる方はね、大変なんですよ。見てる方も、運転してる方ももちろん大変なんだけども、チームとして動いてるわけですからね、運転手に神様、仏様の状態で拝んでる状態なんで、そんな感じで走ってますけれども、ここでいろいろ脳が鍛えてますけれども、そんなに角度つけちゃったら届かないですもんね。この日はね、この意外と角度ついたままずっとここ行ってるよ、ね、T&E の上野のところのアドルがね、頑張ってくれたんで、こいつまだね、実車ね10回も乗ってないんだよね。10回も乗ってなくてもこんな走りができちゃう。まあこの坊主はラジコンやってたんだよね、ラジ撮り、ラジコンやってたみたいなんだけど、志村はそんなにやってないような気がするんだよね。まあでもあれですよ、なんだろう、温室育ちですね、これね。親が育ちがあんまり良くはないのに、すげえ温室育ちで、もうヤシオファクトリーのチームや小学生に洗礼を浴びてね、もうビビりまくってましたからね、貝のように閉じてましたね、まだね、一緒に飯食ったと。さあ、しゅうちゃんです。しゅうちゃん、ほんとこれ1本目って押したのよ、これ。あんなにうまく走ってたのに3奪ですよ。3奪ってことは0点ですよ。もうね、やっぱりね、
編集ではうまくいってたんだけどな、相当やっぱり緊張してたんだね。やっぱり詳細見てもいいですか。2、3、今もうっつったよね。あの今これ二色配信なんだって。二色配信で4に入れた瞬間うーってあそこでうーって言った瞬間にグリップしちゃったので、これでスピンをしてないので前に走っちゃってるんですよ。わかるかな。前に走ってるから振り、でも同じところで振り出しちゃってるから外に飛び出ちゃうという、そういうパターンだから、必ず同じようにクラッチをミートでつなげなきゃダメなんだよな、何のためのシーケンシャルミッションなんだよっていう、そういう思いでした。でアドルの場合は、1本目点数を取ってるので、2本目は、何でしょう、攻めに行くんですよ。よく見てください、幼い顔してるから、ほらまだ子供でしょ、どけなさが残ってるもんね。可愛いよねあれがね。ちょっとなんかこう妙になんかこう大人大人しちゃうと気持ち悪くなっちゃうんだよね、両性というか。ほら2本目こいつはもうね、単純だから1本目うまくいったもんだから2本目は攻めちゃうっつって、攻めたというただの乱暴ですよね。この辺がやっぱり親譲りで頭が悪いんですよね、きっとね。だって親父は、息子は親父っていうか、まあおじさんなんだけども、あの離婚してるから、息子の大会聞こえてくりゃいいのに、どうせ自分なんか走ったって2回予選落ちなんだろう、走りだけ無駄なのね。息子はちゃんと教えておくって、本人は本当に無駄金使ってるだけですね、今のただの乱暴。さあ次八代学園のホープということでね、こっからですよ、運命の分かれ道。こっから今日は美味しいお酒が飲めるのか、マジで頼むからおつやになってご飯を食べるのか、あんなにうまかったんだから、これなんです。これね、支えが乗ってないんですよ。支えこの取り忘れちゃったんだけども、見てくださいこれ、焼き酒にはさせないでくれ、もう酒はもう、まさかのスピンですよ。今日一度もあんなことしたことない、一度もですよ今日。それをああやってこういう一番大事なところで人間ってミスを犯したんだよね。本当になんかこう人間の愚かさというか、これがヒューマンリズム。50% も発揮できなくなっちゃうんだよね、こういうのもあるんですよ。精神状態ってすごいでしょ、これがね、何してんだよ。去年も3度は何回も日本で思い出は全県の15番安藤康弘選手のもうね、これね、もう辛いよね、してるんですよ。今の78ポイントだよ。精神的が良ければ嬉しいし、楽しいし、精神的が悪い時は難しいしね。それが結構やらかしました。しかもそれが本当に小さな元になりたかった。私は車と運転するって言ってたんですけど、そうやってどんどん大きくなってくるんですよ。うだ言ってもしょうがねえから、もう片付け。あの旅行になりました。ダメだ今日はもう、焼肉のうまい焼肉が食えねえわ。ここは本当にポイント落としちゃいけねえとこなんだよ、こんな簡単なとこなんだから。今日
コースのレイアウト的にってことですか？コースがってことですか？だってゾーン通ればいいだけのコースなんだから。ダメ、帰ろう。完璧にもうやる気なくした。止まんないで帰ってもいいぐらいだ。一日がもったいね。ということで、呆然自失ってのはこういうことを言うんだよね。120% 落ちるとは思わなかったコースで見事に予選落ちしました。しかも2本とも0点だから。なかなか俺学校の試験だって0点は取ったことないもん。まあしょうがない。やっぱりこの間の3位で調子こいちゃったのかもしれない。この間の3位で調子こいちゃったのかもしれない。ということで今日も焼け酒だ。疲れ。おい、ちゃんと走れよお前、ハンドル貸したんだから。なんでハンドル貸したんですか？ボスが割れちゃった。そんなことない。そうだよ。さあ、あのまんま中に入らなければ行ったよこれ。これ悪くないですよ。うるせえよ。なんで何癖つけんだよお前は。うるせえよバカ野郎。ラインもまあまあじゃねえだろ。上等だろお前。結構じゃねえだろ。いいだろうお前。お81。あ、いいっすね、いいっすね。今トップ分かんないです。トップかは分かんないですけど、僕は落ちらないんで。まあ81だったら落ちねえだよ。いや、いいと思います。いつも、でもこの間79で落ちたんだからな。ああ、そうなんですか。そうだよ、去年78だか79で落ちたよ。J2 は結構点数入るんだよ。ああ、そうなんですか。でもそれみんなそこそこの走りをしてるってことですか？え、今なんて？81。サムの点数ですよね。81じゃダメでしょ。81じゃダメですか？だと思うよ。マジの大好きが余裕だよ。VR GTR の人生ね。角度を減らしながら走っていきましたが、
アウトドアの高温になって駆け巡って走っていって無理しないを超えていく92点まで勝てないと思いますので、もちろんね、92点の点みたいなのがあるので、なかなかのフォアではないでしょうか。86出しても絶対落ちない。でも安全圏内ですか？